はい、えー、それではですね。あの、今日は担当試験の、えー、分析会ということでね。ええー、レクセンリン講師の宮口が、まずはお送りいたします。どうも、皆さん、こんばんは。はい、ねよろしいですかじゃあね、私なりにちょっと分析したんでね。あの、今年の。いいですか?。ちょっと板書に、あ、皆さん、あの、手元に、なんか本試験のやつあるやろ?。それ使っていいよ。はい。 じゃあ俺がね一応、一通り全部解いてですね、あのー、ランク分けを今からしますからね、いいですか、<laughs> これ私の感覚ですよ、あくまでね。ねいいですか、えー、っとそれでこういう分け方をします。えー、っと 80%, 80, もう80ぐらいの確率でね解けるやろうみたいな。 もう80%以上の正答率になるんじゃないかと思われるものをね、もう私のようにエールで評価します、ね。それからね、50から79ぐらいの正答率に収まるんじゃないかと、ね、こういうのを、ね、B ランクにしますわ。はい、それからね、あの40から49ぐらいのやつ、これ C ね。 これ結構ね、合票分ける、あのー、ところかな、結構微妙やろ、40から49というのはね、はい、それからね、20から39%ね、えー、これはね、ディフィカルトや、皆さん、えー、ディフィカルトの D ですよ、ね、スカルプ D の D ではありませんから、言っとくけどね、えー、それで、えー、っと19%、ロ、えー、から、ロということはないんだけどね。 えー、これはもう出ましたイプシロンですよ。いいじゃないですかねイプシロンですよ。<laughs> まあ別にいいでもいいんだけど、ね、こんな感じで俺がちょっと分析してみようかなと思うんですよ。ね、で皆さんね、あのー、ちょっと俺がね、うん、皆さんほら問題差しあるやろせっかくやからこれ使っていこうかな、うん、これ問題あるやろ一番から見ていこうか。 ね、あっていうかね板書に書くわ板書に書くよ一つ一つめくるの大変やろねで俺も一通り解いてるからね1番はね大体 B ランクの問題なんですよ1、ね、番 B ですわはいで2番あ,あ皆さんあ,のあれの横に書いてもいいよあのなんか回答のところがあるじゃん特許庁が出したねその横でもいいよ問題一つ一つめくっていくと大変やからねはいで2番も B ですわはい で、3番も B です。はい、で4番知ってるでもねこれはもう待ち違っても俺しょうがないと思うよイプシロンですこれ。なぜかというとねこれあの問題見てみようかこれはえぐいですよはっきり言ってあのねど、えー、っと4番ちょっと見てよこれですよもうこれで決まったんですよ合否がローっていうやつねええー。 でちょっと見てみようかほら受ける権利を有する公の行為に禁止して肉一確保のいずれかに該当するに至った発明意、e、がある場合にその項によって意を知ったオツがその発明意、e、に対して改良を加えたうを、ね、観光物によって発表したその後、e、イが肉一確保のいずれかに該当するに至った日から3か月後に公がその発明意に,、e、について特許をした、はい、スラッシュ。こここまではは条件だからねこの場合公は はい、発明したことについて真相例のあ適用に関する30条2項の適用を受けられることがあると、はい、これが間違ってるんですよでねこれことがあるやからいや丸,丸でしょうと、うん、そういう件が大部分だったんですよでねこれあの問題文の端脇きに移転は考えないものとするって書いてれば私も自信を持ってこれはね バツにできたんだけど、あのまあ私もなんとなくの感覚でバツだと思ったんですよ。でも他の先生方とかはね、これは丸なんじゃないかと。で受験生もこれ丸にした人が多かった。事があるやから。だからこれはもう移転を考えるかどうかで決まるんですよ。ね、消去移転でもいいけど。ね。 で考えなければ罰で皆さんどうですか俺うんそれでねちょっといいかで私はねあの結構過去も覚えてるんですよでその時にあのちょっと、ま、あの俺の記憶だから待ち合わせたらごめんねえー、っとね平成22年の18の「ローっていうやつを俺は覚えてたんですよ あの過去問なんか25年分ぐらい覚えてますからね「設問何がどういうテーマで」っていうのを全部覚えてます。た担当もある程度暗記しますで平成22年の18の「炉」っていうやつはあのこれ衣装の問題なんですよ、ええ、これねあの衣装法の問題なんですわ実は。ええそれでねあのほら「胃を創作した甲」がねなんか発表した後なんかオツもね「胃を見てそれに類似する炉」を創作してね やっぱ発表するんですわで、これに似てるんですよ。こうはあ論について、その乙の発表者論についても真相例受けることができる場合があると、もう。これにそっくりですよ。で、しかも問題文に移転を考えるなとか考えろとか全然かい書いてないんですよ。で、その手の問題でやっぱ罰だったんですよ。うん、受けることはあのできるは罰だったんですよね、うん。だから、それが私は頭脳裏をよぎりましたので。 ある程度自信を持って、これは罰やろうと思ったんですね。だから、皆さんね、今後ですね、やっぱりこの手の問題が出たら。出題者は、上とは考えてないものとして、考えておがいいです。ここでも、私は自信を持ちましたね。平成二十二年もそうやったし、ね、それから今年もそうやったと。受ける権利の移転は考えなくていいよと。ね、だとオツ、乙がろ、ろに、乙、乙がろ。乙が、その、発表して。 ローね、その受ける権利をオツにあげればね受けることできるんですよこれでもそういうのはね取材者は考えてないなとねえいやこれはもうねイプシロンですよもう間違ってもね恥ずかしくないね皆さん、えー、我が人生悔いなしって感じでいいと思いますよこれは間違ってもねで俺がもし仮に間違ってたとしても俺は全然恥ずかしくないなと <laughs> これはねはいじゃあね次5番ですけどね うん、5番はこれはあのー、そうやなこれ迷うな5番はね C ですねはい5番 C にしなさいで6番も C ですわうん7番も C です微妙ですこれ8番も C ですはいで9番はあのー、これはね超簡単、えー、だからこれは A ランクで10までちょっとやりますからねで10番は ここれは D ランクででいいですこんな感じ、うん、だから結構ねこれあの特実ね間違えした人多かったんですよ特実は結構点数がねまあ12点ぐらいとかね10まあ9点っていうのはもういたかな9から12ぐらいがなんか聞くところによると多かったね特許で足切りの人はあんまり聞いてないけどうんギリギリなんとか収まったみたいなはいじゃあ今度は11番から見ていくけどね 11番はね A ですね。はいで12番も A です。13番ね、ねこれ D, D ですね。ディフィカルトですね。はいで14番はね B ランクですね。あ B B ですよ。すみませんね。B。はいで15番も B です。はい16番はあこれは C。17番、B。ね で18番も B19、はい、番 D20、はい、番 A こんな感じですよ。ね、ちょっとあのー、15番まで特日いや20番まで特日だからここで1回ちょっとね仕切り直ししますけどあそうするとねちょっと特日だけ見るけどねこれ結構あれですよ皆さんちょっと蛍光ペンで塗っても大丈夫かね A をちょっと分かりやすいようにちょっとピンクで塗るわああそうするとよたった4問しかないですよ、ね、で、えー、っと B ランクはですねほら12314、えー、と15と17はいまあ私はねこれだけ解ければまあいいんじゃないかと、ね、そうするとほら1234567891011もええ。 おやっぱり確実に取れるのは十一問しかないですよ、これ。えー、分かりますじゃちょっとこうやってあれしてみるよ、あのね、はいピンクプラス、ね、オレンジは、ピンクプラスオレンジは、はい十一問です、たったの。だからね、あの、特実は難しかったですよ。 私言ったでしょ、今年の足切,り足切り科目はね、衣装か特許になるんじゃないかと言ってましたやん、まさにそういう感じだったんですよ、衣装はそうでもないけどね、特実、これ難しいですよ、ええー、全然ね、特実で悪い点数取ってもね、恥ずかしくないですよ、はい、じゃあ今度はね、衣装のね、一から見てみるわ、衣装の一はね、B ランクかな、うん、で、2は A で、はい、3番も A で、 4番も4番 B ですねで5番も B ですねはい6番が D ですね7番も D です難しいですよはいで8番 A ですはい9番も A ですはい10番 C ですはいこんな感じええー、ねだからこれもまた同じようにね塗っていくとあの こんな感じですねほら34でオレンジで B ランクを塗っていくとねはい、えー、123おそうすると7点取れますねそうするとちょっとねいいですかもうめんどくせえからねピンクプラスオレンジとかやりませんがまあ数えると1234567でしょ7点取れますわね B ランクの問題ね C は落としても俺はいいと思ってるからね最悪、はい、じゃあ今度はね商標行ってみようかね商標行ってみるぜ、はい、ちょっとあのあれが少なあの枠がね狭くなってきたらねちょっと窮屈かもしれんけど、はい、商標行ってみるわ、はい、1が B ですね商標のね2は C ですねはい3番 A です簡単ですよで4番が D ですねはい で5番がね B6 番も B です7番も B です8番も B です、はい、9番も B です、はい、10番 D10 番,番まあまあ難しいですはいこれが商標です、ね、で同じようにあ,のあれで塗りますとね、はい、まず BB 多いね B が非常に多いですよ、はい、それで、えー、っと A, A は1個しかないか A1 個しかないねあでもこれも合計、えー、オレンジとピンクで7本ありますよ7本は取れるね最低限これ悔しいね皆さん取れなかったらどうよなんかね商標が難しかったという声もあの一部から聞こえてますよはいお何とか収まるかなこれ。 なんとは無理やり無理くり収めるわこうやってほらねはいじゃあ今度はね条約いってみようか条約今年はねそんなでもなかったようん条約の1ねはい B 条約の2はあこれまた、えー、B ですはい条約の3も B です条約の4番も B ですはい 5番はね難しいですこれは D, D ですねはい6番も D ランク難しいですよ、はい、7番はー B です8番も B ですはい9番と10番難しいねこれは D ランクでいいですよどうですか皆さん A ランクないね一つもはいでもちょっと塗っていくと1 2 3 4 5 6, 6問取れるぜ6問は取れるよえー、ねえね今何点ぐらい 11+7 で 1818+725+6 で31まあ、できてます皆さんあと8点取りたいね8点取れるのか <laughs> ちょっときつくきつい感じだけどね大丈夫かな8点以上八点以上取らないとまずいよ調布でねじゃあちょっと見てみようか 1>, はい、1番、A ランクの問題、ね、よかったよかった2番も A ランクの問題楽勝だ、はい、3番は、ね、これは C ですこれまあまあ難しいです、はい、で4番は 456B です456、はい、これ B ね、はい、で7番難しいイプシロン出ましたこれレックもねちょっと、ね <laughs> はい、で8番あこれはあの B うん、これは B ランクですわで9番10番これはね、あのー、A ランクということでねさあどうでしょうどうですかちょっと A ランクねはいあのー、ピンクでちょっと塗ってみます A をね、はい、全部で4つあった、はい、そして B は全部でこれまた123おそうということは8点ほら皆さんどうよ ぎりぎり合格点 11+7 で18やろ 221+8 で 18+72531 ほら39点ぎりぎりつまり3十九点は取れるんですよあの簡単な問題だけでわかるだからあとはねいいかあとはキャスティングボートを握るのはねまあ余裕を持って受かりたいじゃんなのでちょっと今度は C をねちょっと黄色で塗ってみたいと思うんですわ うん、それは何点ぐらい取れるのかね C というのは40%以上ですよそうすると、えー、1問2問3問4問5問五、えー、問6問6 7七でしょ78、うん、ちょっと待ってな、えー、っとじゃあ C イコール8にするわね C イコール8、えー、ここでか書いおくそうするとおい 39, プ39点プラス8で47点取れるわうんだから皆さんこれでお分かりの通りね誰でも取れる問題を落とさなければ39点には届きますただしやはりいいですか余裕を持って受かりたければこのいわゆる40%から49%ぐらいの問題が解けなければ 余裕を持って受かることはでできないんですよええだからといってイプシロンとかあのディフィカルトは解けなくていいええ全然恥ずかしくないんですよだからイプシロンとか間違えてもどうですか皆さんはいということで私が皆さんに言いたいのはねこの1年間ねあの入門講座とかで頑張ってきた人多いと思うんですよそんな中でね あ,のまあ多分この場にはいないと思うんですが、まあ、受かってる人はね、まあ、論文に今専念してると思いますでもその中にはおそらくもうギリギリで39点とか40点とかそういう人はねもうワンサックいると思うんですよ、ね、皆さんあのレックが出してるあのなんかほらあるでしょリサーチのあれまあ見れば分かるんだけどもう非常にねうようよしてますよもう39とか49とかね41位 ももうものすごい山が出てますええだからねまあ本当にある意味それはギリギリ合格点ですよでもねそれじゃつまらんとまあ私はねつ,つまらないという言い方をすると失礼かもしれませんが、ね、データに基づく経験則に基づくアドバイスを言いますとギリギリで受かっても論文に落ちる確率の方が高いんですええこれはもっと あのーねえー、厳しいことを言いますと、はい、三振ですね、えー、ゲーリー・トマソンのように三振、ねえー、昔ジャイアンツにいたホームランか三振かというね私、好きなんですよ、ゲーリー・トマソン潔いじゃないですか三振かホームランしかならないんだからねあそういう選手好きですねあと、中村のりね昔近鉄バファローズにいたね俺はヒットはいらんのやホームランしかもう俺はいらんのやというね あの潔さいいですよねでもいいですか結局受からないという意味がないんですよ。ええ、そのためには、はい、今私が言った39プラス847点、まあ、別に俺47もいらんと思うわ44点ぐらい取るために、ねまあ、ちょっとあの講座の宣伝にもなりかねませんがちょっと言わせてもらうと中上級ね今後私が。 あの担当も論文も指導していきますからぜひです、ねまあ、トータルサポートコースで、ね、その47、七8あたりを、ね、あの念頭において取れるように、まあ、指導していきたいなとこのように思うわけですよ1年目だったらぎりぎりでも受かんなさいと、ねまあ、あのもう受かれば、ね、勝ちですよみたいな指導はしてましたけどやはり2年目の人。ね ちょっとざ残念な結果に終わった人は38とかで悔しいじゃないですかやっぱりその悔しい思いをねバネに38を今度は48にして、ね、安,定しあの安心してこの論文に取り組みたいでしょ39ぐらいでね受かってる人もあのまあななんていうかこう心臓に毛が生えてる人はねもう何とも思えないと思うんですよ大抵の人はですよ もうあの取るもの手につかずというか、ね、だってほらマークミスが1個でもあれば、ね、これ落ちるわけですよ。そうすると、ね、日常業務も、ね、あの取るもの手につかず、ねえー、失敗も多くなり上司から怒られ、ね、奥さんからもあ、ね、生活の無能力者呼ばわりされながらどうやってこの20日間を乗り越えるんですか皆さんなかなかきついものがありますよね。 20、うんまあ、日もないけど、豪華発表までね、でもやっぱりその豪華発表があの行われるまでの、まあ、10日前後、ね、これをね、まあ、無駄に過ごさないためには、ぜひともその4四5点以上をね、死、ま、守、あ、したいところなんですよ、そのためにはどうすればいいかですよね、皆さんね、はい、そのためにはやはり大体皆さんにね、質問すると、実力は分かるんですけど、 あのー、何条何項あつまり何条までのレベルで皆さん勉強してきたかもしれんけど、今後はですね、何項何号まで言えるようになってください。例えばですよ、簡単なところで、実用支援法の6条の2の第4号をあるでしょ、これ言えますか、はい、どうですか、実用支援法6条の2、第4号、パスネットでいきますか、いいですよ、おじゃあどうですか、今こそ合格さん、はい、6条の2、4号、実案法の。 ええ、あ開示不十分あつまり明細書請求、えー、の範囲図面の内容がもう不じ著しく不十分と、ねええ、もう要するに何書いてるかわからないような超いいか減んな面説の場合には6条の2、4号という基礎的要件違反が来るんですよ、ね、よーしじゃあねちょっとハイレベルな質問いくわ衣装法の6条3項どうですか <laughs> まあいいいですはい じゃあ,あのはい騎手,騎手の人、ああ、ちょっと分かりません、ね、文化、やっぱね、競馬は得意でもね、便利試験はまだまだかなというね、はいじゃあ、どうでしょう、こちらの人、はい、衣装法6条3個、大体でいいですよ、はい、ねえ、そうです、それが言えるようになると、もう45点以上取れるようになりますよ、はい、次の人、6条3個、ええ、いいですよ、ええ、どうぞ、衣装法の。 うん、あ大きさ、材質大きさが、ええ、理解できない場合であって、うんええ、あ要するにあの材質大きさが理解できない結果、遺生認識できないと、創業者が、そうねその時はは何を書くの何、うん、か書くんだよね、それをあ。大きさと材質を書くと、どこの欄に。 あそうですいいですね、そこまで答えればねまずまずですよ。いいですね、衣装法6条3項、言えましたね、材質大きさが理解できずに衣装を認識できないときは、ねえー、材質の大きさ、まあ、その旨、ね、それをあー衣装の説明の欄に記載しなければならないと、そういうことでしたね、よーし、はいじゃあ、後ろのちょっと安西先生もどきって感じの雰囲気の人、ねえー、商標法5条5項はどんな規定ですか。 ああそう、商標法5条5項、5 5項ええ、5条5項です。ですおそうですね、ええ、明確性要、OK、件いいですよ、大雑把だけどね、もうその通りですわ、結局、同、ね、ホロ式音位商標、ね、動き、ホログラム、色彩のみ、ね、音、あ一商標、新しいね、平成26年に導入された商標はあの、ある記載が必要なんですよね、普通の商標と違って、それはなんという欄ですか。 ちょっとパスネット、はいどうぞ、その同補償資金の一置表はある、ある願書にある欄を記載しなければなりません、それは。パスネット、はい、じゃあ、ルービックキューブの人、ちょっとパスネット、はい、後ろの人、あそうはいあら、はいじゃあ、エンポリオ・アルマーニのシャツを着て、あエンポリオ・アルマーニじゃないですね、失礼しました、はい。わかりません、はい。 あの昔、弁理士界にいた野中さんに似た人。はいえ、一生、何の衣装に隠る物品ああ、違うね、衣装じゃないわ、商標のこと聞いとるんで、でも雰囲気は似てるわ、はい、ああ、そう、お長谷川の友達、はい、じゃあ、後ろの人、おそれ、商標の詳細な説明はね、うん、それですよ。でそのの商標の詳細な説明をね あのー、記載せない感、ちょっと一つ分かりやすい例をあの言いますと、ね、色彩のみの商標ねあるじゃないですか色だけの、ね、色だけの商標で、あのー、詳細な説明というのはどういうことを書きますかはい後ろの女性の方、色彩のみの商標で、えー、詳細な説明どんなことを書きますかおすごいですね、そこまで知ってる。 色彩色彩系というのを使って測って色それで何ていう表記をするのえあ数値何でしたっけ何か3つあるぐらいそうレッ,レッドグリーンブルーね RGB 表記というねそう俺もねあのエンジニアの頃ねあの塗装とかいろいろねあの調合したりしてましたから色彩色彩系というやつでね調整するんですよ赤,赤は赤でもね もうう微妙にこう違ってくるんだよちょっっっとオレンジっぽくなったりだから25500に合うようにねこうやってましたよ、うん、ブルーだったら00255という感じになるわねブルーのところが RGB 表記ですよ、ね、あとあのあれ国旗みたいなやつだったらよそのほら面積ね、ええ、1対1対1なのかあの3対2対1なのかその色の比率面積のこういうのも書くとええ それによって特定するんですすよそ、ねうんまあ、そんな感じですわそれでわでれ、ね、私が皆さんに言いたいのはねそのウルトラクイズでは受からんぞとえ受かっても真の実力じゃないぞということを言いたいんです、ね、ウルトラクイズって分かるやろ適当にイヤーであの答えてうまくいくウルトラクイズ状態でそれで受かってもそれは運がいいだけですわ。 そうじゃなくてそういう運に左右されない今のような、ね、ちょっとディープな質問にも確固たる自信を持って答えられるその実力にあの持っていきたいなとそういうふうに思う、ね、だから今度私がねあの新たに中上級コースを受け持つわけですがあの大体は私論文のイメージだと思うんですけどねあの大丈夫ですよ担当も教え切るからね。 あのむしろ担当の方が得意なぐらいだから受験時代ははいでその中上級向けにそれに適したねであのテキストはあんまりねあのいろいろ配りませんむしろ一元化ですねむしろ皆さんあのテキストなんてね何冊持ってもしょうがないんであの一元化していきますつまりある一冊のテキストを見るだけでもういろんなね情報があの入ってると。 じゃあ先生それ分厚いんじゃないですかいや俺分厚いテキスト嫌いだからねなるべくなるべく合宿してその必要な知識ねもうあの必要じゃない知識はオミットしますそれによって情報の一元化というところであの皆さんが使いやすいテキストただしあの付加的なやつを一つ追加させてください追加というかもう所定の計画に入っているんですけどね一問一答集というのをねやっていきますこれはどうしてかというとですね 皆さん、いくつあるか問題、これに弱い人が多いと思うんですよ。ね、今年も結構出てましたよね。いくつあるか問題ね。うん。まあ、あの、半分まではいかないけどね。三分の一ぐらいいくつあるか問題ですよ、ね。で、このいくつあるか問題を、あの、どれだけ皆さんがものにするかで。あの、合否を決め、合否が決まると思うんですね。だから、そういった意味では、あの、一問一答集。 これを、ね、中上級の私が担当するね、担当エミネントコースというね、えー、あのちょっとそれだけ言っときますか、ね、最後にね、はい、いいですかあの、生命保険じゃありませんからね、言っとくけどね、はい、担当はあのエミネントという名前でいきますから、えー、卓越したというね、えー、どこにもないあの名前です、えー、担当エミネント講座ね。これ英語の 英単語なんだけど卓越したとか、ねあのー、発展的なとかそういう意味があるんですよ。ね、で論文はねトリニティですね、えーえー、トリニティってわかるでしょ三密体ですわ。えー、一応問題地例問題現場思考力このあ三密体でもってあ皆さんの論文のね力も高めていこうと。ね でこれを合わせてですね、トータルサポートですね、えー、あの生命保険みたいな感じですけどね、トータルサポートですよ。えー、それで、あのー、皆さんをね、48点ぐらい持っていきたいなというふうに思います。はい、じゃあ私のね、持ち時間そろそろ終わりなんでね、ちょっと皆さんがこう個別に私に聞,か聞きたいこともね、いろいろとあろうかと思いますが、ね。 私の持ち時間は以上でございますので、あのー、後で、ね、遠慮なく聞いていただければなと思います。はい、じゃあ、そうやね、俺の持ち時間はそのままやね。よし、じゃあみんな、後でまたね、あのー、対応しますからね。はいじゃあ、これは何切を押せばいいのし終了していいの、はい、あ、そう。はい。じゃあ、一旦終了ボタンを押すから。